今日はアドベント第3週でありまして、アドベントクランツにも3本目のろうそくに火が灯りました。このアドベントの週にはですね、それぞれに一応意味というか、タイトルみたいなものがついて、おります。誰がつけたのか、どこまで通用するものかちょっと私も分かりませんけれども、この第3週はですね、この喜びの週と言われているんですね。で、第1週、第2週はまたそれぞれの意味があるんですけれども、今日はこの喜びの週。なぜ喜びかというと、いよいよ来週がクリスマスということで、喜びの3週目と呼ばれているそうですけれども、今日はイザヤ書のですね、61章からこの喜びのメッセージをお話ししたいと思います。アドベントはイザヤ書の中に記されております、予言されました、メシアの救い主の予言を取り上げてお話をしてまいりましたけれども、今日は61章でやります。1節から11節まで61章すべてを読ませていただきます。イザヤ書61章1節からお読みいたします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立って、あなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍のものを継ぎ、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてください。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってください。大地が草の根を燃え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてください。以上です。預言者イザヤの時代についてはこれまでもお話をしてまいりましたけれども、北はアッシリア、世界の超大国であり、また大変好戦的というんでしょうかね、戦い好きで、また残忍なアッシリア帝国にがですね、この隣国、彼らの兄弟国であった北イスラエルを滅ぼして、今まさにこの南ユダ王国を踏み潰そうとしている、そういう時代でありました。
今のような戦争ではありません。その爆弾を落としたり飛行機が飛んだり戦車が走ったりという戦争ではありません。殴ったり切ったり叩いたりというですね、本当にこの人間の残忍性がそのまま出るような戦いですね。もちろん戦いとしては同じでありますし、人を殺すということは同じなんですけれども、アッシリアという国は非常に残忍な国でありまして、殺した人々のそのサレコーベを飾ったりですね、この人の皮を飾ったり、そういうようなことをしたということも残っております。当時戦争をしてですね、勝つというのはもう負けた方の民族、人々を自由にしていく、人権なんて全然ない時代ですから、もう戦って勝つということはもう皆殺しにするか、生き残ったものは奴隷にするか売るか、そして持ち物は全部奪ってですね、そういう本当に恐ろしい戦争でありました。強い王がいてですね、組織的な兵隊がいればまだそういう人たちに守られることもできたんですけれども、イザヤの時代、相手もアッシリアということもありますけれども、そのような強い軍隊もおりませんでしたから、結局苦労するのはですね、一般庶民、城壁の中で守られて住むこともできないような農民たち、彼らがいつも戦火にさらされておりました。実りが実ったなという頃に敵がやってきて全てを奪ってしまう。また少しでも穏やかな日が来たなと思ったら敵が攻めてくる。ですからこの時代の人たちは心穏やかに暮らすということはとても難しかったと思います。そればかりではありませんで、当時の指導者たちはその戦いの中で苦しんでいるその国民からに重い税金を課して、また貧しい者を虐げて不当な裁きを行って賄賂を取って私利私欲を肥やすというのですね、そういう時代であったそうですね。ですからとてもこの主なる神のとの契約を結んだ国というような、そういう状況ではなかったと思われます。貧しい人、そして囚われていく、戦争で負けてですね、この連れて行かれるもの、またお金がないために身を売らなければならない、同じユダヤ人同士でもですね、このお金のないものが金のあるものに売られていくというようなことがあったようですね。この、社会的な不公平というんでしょうか、貧富の差とか、また安全とそうでないものの差とかですね、そういうことが横行している時代であったと思われます。そんな中でイザヤがこの予言をいたしました。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。この主は私に油を注ぎという言葉、これはまさにこのメシアという言葉の語源であります。今までもお話してまいりましたが、メシアというのは油を注がれたものというんですが、主は私に油を注ぎ、この私というのが、誰なのかこの時代で分かりませんけれども、ある人の上にこの油が注がれた。油というのは特別な任務が与えられるという、特別な任務に就くときに注がれるものでありました。それは次にある主なる神の霊が私を捉えた。神の霊を象徴するものですね。神の霊が特別にある人の上に注がれて、そして彼は私を使わして貧しい人に良い知らせを伝える。このメシアは神から使わされて派遣されてですね、特別な任務を持って派遣されて、どこに派遣されるかというと、貧しい人のところに派遣される。金持ちのところに行くわけではない、安全な人たちのところに行くわけではない、貧しい人たちのところに使わされていく。そして彼らに良い知らせを、
良い知らせというのは、まあ、英語で言えば good news でありますね。別の言い方をすればゴステルですけども、ゴステルというのはグッドスペルから来ていると言われているんですね。良い綴りというこのグッドスペル、ゴステル、まあ、またグッドニュースと同じ意味でありますけれども、この貧しい人たちに良い知らせを伝えるために、このメシアが使わされてくるという意味です。またこのメシアは打ち砕かれた心を包んでくれる人である。これ紀元前のですね700年の言葉なんですね。紀元前の700年に打ち砕かれた心を包むというような表現があること自体大変驚きますね。つまり今この20世紀21世紀の時代になってようやく人の心の傷の問題であるとか、心の病の癒しであるとか、そういうことが、ね、心のケアとかということが最近ようやく言われてきたんですけれども、この紀元前の700年に、今からもう3000年も前の時代にですね、心の打ち砕かれた心を包むためにこのメシアが送られてくるであろうという言葉をイザヤは語っているわけです。また囚われ人には自由を、戦争によって連れて行かれた捕虜になった人たちには自由を、またつながれている人々には解放を告知させるために、そのためにこのメシアが使わされてくると。主が恵みの年、恵みをお与えになる年とありますけれども、この、まあ、恵みの年というのは旧約聖書の中にあるヨベルの年というのがあるんですけれども、これは50年に1回やってくる年でありまして、全ての借金を棒引きにする、全ての奴隷たちは解放される日ということで、ユダヤの法律の中には決まっております。まあ、もちろんこの当時にはもう全く忘れ去られていた風習だと思いますけれども、主がそのヨベルの年を、恵みの年をこの告げ知らせるためにメシアをお使わしくださる。シオンの家に嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせる。この灰というのはですね、当時のユダヤ人が何か悲しいことがあったら、悲しんでいるときに灰を頭からかぶって、そして自分の衣を裂いてワンワンと泣き叫んだというんですね。この灰をかぶるというのは自分が年を取ってしまったとか、あるいは死のイメージ、自分が今こんなに苦しんでいるんだということを、灰を巻き上げてですね、全身にかぶって、ワンワンと泣いたというんですね。でもその灰に変えて冠をかぶらせる、嘆きに変えて喜びの香油を注ぐ、また暗い心に変えて賛美の衣をまとわせる。これね、綺麗な言葉ですね。暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるためにこのメシアは来られるんだということをイザヤが予言したわけです。人々はこの予言を待ち焦がれていたことでありましょう。まあ、これまでもイザヤ書にあるメシアの予言を読んでまいりましたけれども、あいつになったらあのメシアがおいでくださるんだろうか、使わされてくるんだろうか、貧しい人々に良い知らせを伝えるために、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を与えてくれるメシアはいつ来られるんだろうかといってですね、人々は待ち焦がれていたことと思います。これから約700年後にイエス・キリストはこの言葉を読んで、その公の生涯を始められたという。ルカによる福音書4章を開いていただきたいと思いますが、ルカによる福音書の4章16節から21節です。ルカによる福音書4章16節から21節、ルカによる福音書4章16節からお読みいたします。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。
主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。先ほど読みましたイザヤの61章の一節と少し違うところがありますけれども、まあ、これは明らかにこのイザヤ書の61章をイエスが読みになったと思いますね。当時ユダヤ人たちは安息日に街道に集まりまして、こうして皆さん集まっておられるように、順番にですね、この町の長老であったり、あるいは学者であったり、街道の管理者であったりする人がこの聖書を読んで、そしてこの聖書はこういう意味です、ああいう意味ですというお話をしたわけですね。まあ、そういうこのスタイルは、この教会のスタイルは、そもそもユダヤ教の礼拝のスタイルはそのまま踏襲しているものです。でこの日イエスはナザレの街道で、巻物を渡されて、そして、ずっとこう続けて読んでたと思うんですね。巻物ですから、こう一つ読んでは次、一つ読んでは次とこう読んでいくわけですが、61章をお読みになった。で読み終わった後でこの巻物を巻いて係の者に返して席に座って、人々の目がイエスに注がれたとありますけれども、まあ、読んだ人がこれは今どういう意味です、こういうことですよということで説明をしたわけですね。人々はこれは一体どういうことなのだろうか。おそらくこの言葉は当時の人たちにとっては大変意味のある言葉ですね。ああ、ここに約束されておりますメシアはいつ来るんだろうか。彼らもイザヤと同じ、イザヤの時代の人たちと同じように苦しんでおりました。貧しい人たちが大勢おりました。ああ、いつになったらイザヤの予言は成就するんだろうか。もうあれから600年700年も経っているけれども、神様は全然聞いてくださらない。いつになったらメシアが来るんだろうかと思って、たまたまこの日イエスがこう呼びになった。さあ、イエスはこのイザヤの61章からどんな話をしてくれるんだろうか。まあ、こうは書いてあるけどまだまだ先ですよって言うんだろうか。もうちょっとなんか取り繕ったようなですね、抽象的な解釈でもして、なんかこう当たり障りのない話をするんだろうか。人々の目がイエスに注がれたっていうのはそういうことでしょうね。一体この人はここからどんな話をしてくれるのか。ところがその時イエスは何を血迷ったのか。この聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現したと言った。つまり私がこのメシアだと宣言した。イエスの前にもイエスの後にもこれは私だと言った人はおりません。こんな大変な仕事ができる人はいないからですね。でもイエスははっきりと宣言いたしました。私がこれだ、私はメシアだ、私は神の霊に満たされて使わされて、そして貧しい人々に福音を告げ知らせるために、囚われている人に解放を告げるために、私はここに使わされてきたんだと言って話し始められたというんですね。まあ、この続きを読んでいただくと分かりますけれども、それを聞いていた人たちは何をバカなこと言ってるんだ、あいつはヨセフの子じゃないか、大工じゃないか、何を血迷ったんだと言ってですね、最後はイエスを町の外へ連れてってですね、崖から突き落とそうとしたと書いてあるんですね。何をバカなこと言ってるんだ。誰もこの言葉がイエスの上に実現したとはこの時思いませんでした。ところがこの時からイエスはそれまでの生活をすべて捨てて、そしてまさにこの言葉にあるように、貧しい人、虐げられている人、束縛されている人たちのところに足を向けて行かれました。病んでいる人のところに、差別をされている人のところに、重い病で苦しんでいる人たちのところにイエスは足を向けられました。ある時は神殿でお賽銭を投げている人たちの様子を見ておられて、多くの金持ちが音のしない賽銭を投げていました。札ですね。まあ、当時札はないですから、多分それはないと思いますけど、まあ、金貨がなんかギャラーンというのはこう重たいの。その
そういう金持ちが投げている後で、本当にみすぼらしい格好をした。で、やもめがやってきた。当時、やもめ、ご主人に先立たれた人は、そのやもめの格好をしていたんですね。日本でも昔、お歯黒っていうのがありましてね、ご主人に先立たれた人は、歯を黒く染めていたということがありましたけども、最近の時代劇ではお歯黒やらなくなりましたね。昔の時代は結構やってたよ、ね、最近時代交渉が適当になったなと思うんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですが、あれはもう自分がもうね、主人に先立たれて、もう生きていく望みはありませんみたいなことですよね。この当時ユダヤで女性の働く道なんかありませんから、パートもありませんし、社会福祉もありませんから、もう夫に先立たれたっていうのはもう、日本でも未亡人ということがありますけどね、私の母は嫌いでしたけれども、未だ滅びざる人という意味だということですね。ほっといてくれとよく言ってましたけれども、まあ今でこそですね、今はこういう時代ですから、この教会にもそういう方多くいらっしゃいますけれども、でもこの当時はもう夫に先立たれるということは、もう生きていること自体が大変な時代でありました。で、一見してそのやもめと分かる女性が、レプタ2枚を、銅貨2枚を献金したと書いてあるんですね。銅貨2枚を献金した。今で言えば20円ですかね。20円献金した。で、なぜ20円かというと、10円はダメだって決まりがあったんです。神様に献金するのに1枚は失礼だ。最低2枚しなさいという決まりがあって、で、この女性はその最低の2枚を献金したんですね。イエスはそれをご覧になっていて、この人はどんな金持ちよりも多くの献金をしたと、そこで言われたんですね。実はイエスもやもめの子なんですよ。聖書には、イエスの交渉会の時に、父ヨセフの名前出てまいりません。おそらく、ヨセフは早くに亡くなったと言われているんですね。で、イエスは長男として父の仕事を受け継いで、そしてやもめであった母を支えて、そして30歳まで働いておられたと思われます。だからどれほど夫に先立たれた人の暮らしがつらいかということはイエス自身よく知っておられる。この一人のやもめの献金をご覧になって、この献金は誰よりも尊い素晴らしい献金だと言ってですね、彼女のやったことをみんなに、知らせたっていうんですね。この人はどれほど嬉しかったことでしょうか。生活費の中からもう全部を捧げて、それはわずかだけれどもその献金には価値がある。またある時、イエス一行が旅をしている途中にですね、向こうから、お葬式の隊列がやってきた。一人の女性が、これも一見してやもめと分かる女性がですね、この棺にこう取り付いて、泣いている。ワンワンと泣いている。それこそ頭に灰をかぶって、衣を裂いて泣いていたのかもしれません。その時にイエスは、まあこれルカによる福音書いちいち開きませんけれども、この女性に泣かなくてもよいと言われたんですね。ルカの7章に出てくる話ですけれども、もう泣かなくてもよいと言われた。もう見るに忍びないですね。この女性が一人息子を失って泣いて、もう泣かなくてよい。そしてこの息子をよみがえらせて母のもとに返したという話が出てまいる。この母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。イエスは金持ちのところには行かなかった。豊かな人のところには行きませんでした。幸せそうな人のところには行かなかった。むしろ貧しい人、苦労している人、そして病んでいる人、重い皮膚病に侵された人、これまでも何度もお話してまいりましたけれども、重い皮膚病に侵されるというのは、もう体も死ぬけど心も死ぬ、霊も死ぬですね。本当にもう三重の死であり、生きていることに何の意味もない。でもイエスはそういう人たちのに直接手を触れて癒されるんですね。まさにこの打ち砕かれた心を包むように彼らに触れて癒していかれる。また人から嫌われる仕事をして差別をされている娼婦であるとか徴税人であるとか、彼らと一緒に食事をされて彼らの友となられました。まさにイエスはこの
予言されている通りのメシアとして、あの時代の人たちの喜びを与えるために歩んでいかれたので、イエスによって多くの人たちが病を癒されました。しかしですね、病をイエスが癒したけれども、癒した後であなたはもう一生病気になりませんと言われなかった。重い皮膚病を患った人をきれいにされて癒されました、ね、そして最初のところに見せに行きなさい、そしてこの薬をあと飲んどきなさい、もう二度とかからないからね。そんな薬を渡されなかった。やむの献金を褒められて、ね、素晴らしい、あなたのこの捧げ物は神に喜ばれている、でこれから生きているのは大変だから私がいい人を紹介してあげましょう、この人と再婚してあとは楽に暮らしなさい、そんなことを言われなかった。あなたのやったことは素晴らしいと言われたけども、それで終わりですよね。それだけかよって突っ込みたくなる感じです、そういう読み方は皆さん聖書し、そういう聖書の読み方しないでください、ね、一人息子をよみがえらせて母の元に返してよかった ね、この息子あと50年生きるからね、言われませんでした、ね、もしかしたら翌日交通事故で死んだかもしれない、でもイエスは今目の前で苦しみ悲しんでいる人たちのその悲しみを癒されたけれども、じゃあそれから先ずっと大丈夫のようにされたわけではないんですね。差別されている仕事をしている人たち、徴税人であった、娼婦であった、卑しい仕事をしている人たち、彼らの友となって彼らと一緒に食事されましたけれども、彼らに新しい仕事を斡旋しませんでした。もうその仕事はやめなさい、ペトロ、明日からこの3人雇ってやってくれ、もう苦労しないように頼むよ、そんなことは言われなかった。なぜかイエスはですね、彼らのその貧しさや病や社会的に不幸な境遇、それらのものにはね、何も関心もなかったんですよ。でむしろそうだからこそ出会える本当の神の愛、それを知ってほしくて、苦しんでいるから、悲しんでいるからこそ本当の喜びを知ることができる。それが先ほどのイザヤ書の予言なんですよ。もう一回読んでみましょう。灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせる。これどういうことですか。今嘆いているからこそ喜びの行為が与えられるんですね。今暗い心だからこそ賛美の衣が与えられるんです。今嘆きがなくて、今明るい心だったら賛美の衣は着ようがないんです。いやむしろそのような嘆きの中にある、苦しみの中にある、悲しみの中にあるからこそ本当の喜び、十節にありますけれども、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊るですね。この言葉はまさにこのメシアに出会った人の告白の言葉でありましょうか。私の魂は神にあって喜び踊る。私の生活は何も変わらないかもしれない。私の痛みはなくならないかもしれない。私の貧しさはなくならないかもしれない。でも私の魂は神にあって喜び踊るんです。イエスに出会った人たちは等しくその喜びを味わった。だから娼婦だった女性がイエスが十字架にかけられる直前に、彼女が働いて貯めた高価な香油を惜しげもなくイエスに注ぎましたよね。彼女にとってはその行為は人生の全てだった。苦しい思いをして、でも彼女にとってはこれがあれば、これでこれからの人生は生きていけるんだと思っていた。でもイエスのためにそれを惜しげもなく捧げていく。なぜでしょうか。もう彼女にとっては自分の身の上がどうであるとか、境遇がどうである、あるいはこれから先どうなるか、そんなことは何の問題でもなくなったんですね。もうイエスに出会ったということが彼女にとっては本当に喜びだった。
だからもうその喜びを全身で表したかった。持っているもの、すべてのものさえ表したかった。イエスはこのようにイエスの時代の人たち本当の喜びを与えていきました。でもイエスは今はおられません。十字架にかかって亡くなりました。それは私たちが本当に囚われているもの、私たちの罪深さから私たちを解放するためでした。そして今も目に見えないけれども、あの時代と同じようにイエスは世界中の不幸な身の上の人たち、苦しんでいる、悲しんでいる人たちのところにおいでくださるのであります。神はなぜこの世の不幸をこのまま放っておくんだろうかという疑問を皆さんお持ちになったことがあるんじゃないでしょうか、ね、なぜこんなに、戦争が今までいつまでもあるんだろうか、なぜ、貧困があるんだろうか。貧困があるのはですね、富んでる人がいるからなんですよ。神が悪いんじゃありません。私たちが食べ過ぎてるんです。神をなぜこの世にこんなに貧困を上があるんですかって、あんたが食べ過ぎなんだよって神様が言ってますね。多分ね、間違いなく、ね、いやまあそれはそれとして、どうして貧困があるんでしょう、ね、神様はなぜこの世にこんなに戦争があるんですか、殺し合いしてるんですか。あなたの心の中に殺したい気持ちがあるから。神様はなぜこの世の病気はなくならないんですか、癌で死ぬ人がいるんですか、こうして病気でいやなんかで死ぬ人がいっぱいいるんですか、ね、じゃあ神様はこの薬を飲めば全ての病気が治るという薬をあなたにあげよう、もらえますか。死ねませんよ。病気になるたびに飲んでください。死ねませんよ。何年でも生きてください、ね、それはあなたはいいかもしれませんよ。周りの人は大変ですよ、ね、早死んでくれんかなと思って、また飲んだ、あれ神様が作ったばっかりに、もうこの世の悲しみは倍増しますね、ちょうどいい時に人間は死ぬようにできてるんです。人間の不公平というのはですね、人間が作り出しているものなんです、ね、悲しみのほとんどは人間が作り出しているものなんです。飢えも人間が作り出しているし、平和も人間が作り出している。神様どうしてこれをなくならせないんですかと私たちは思いますけれども、神はあえてその今人間の中にある悲しみや苦しみをそのままにしておられるんです。なぜならば人間はそういう時にこそ本当の喜びを得ようとするからなんです。悲しみや苦しみがある時にこそ真実の愛を感じることができる。私たちが神に出会った時はどうだったか。幸せの絶頂の時には神に出会わないんです。神様はいらないから、邪魔なんです。私の人生にあなたはいりません。私のために私のこの世界があるんです。逆の時ですよね。私たちが神に出会う、ああどうして自分はこんなに苦しいんだろうか、どうしてこんな病になるんだろうか、どうしてこんな私は一人ぼっちなんだろうか、その時に私たちは初めて神様に出会う。本当の愛を、変わることのない喜びを、ジョイをいただくことができる。今世界中で多くの人がクリスチャンになっております。未だにっていうことは変ですけれども、本当にイエス様は世界中で働いておられて、イエス・キリストによって変わらない喜びを受けている人がたくさんいます。でもですね、二極化があるんですね。豊かな国、日本やヨーロッパやアメリカ、豊かな国ではどん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 キリスト教離れがする。ヨーロッパなんて 99% クリスチャンですけれども、教会に行ってるのは 1% なんです。どういうことでしょうか、ね、ヨーロッパも昔貧しかったんです。昔は貧しかったんです、ね、貧しい時代に福音が伝えられて多くの人がクリスチャンになったんです。今豊かになって神様いらなくなった。アメリカもそうです。アメリカのクリスチャン人口もどんどん減ってます、ね、形骸化してね。だからあんな一生懸命戦争してる。逆に貧しい国、アフリカとか南アメリカとか、そういう貧困にあえいでいる国、ね、
ワクチンがないために多くの赤ちゃんが死んでいる、そういう国々の中で爆発的にこのイエス・キリストの福音が伝えられているんですね。アジアもそうなんです。今アジアで一番クリスチャンが多いのはどこだと思いますか。中国なんですよ。知られていないことですけど、虐げられているから解放が必要なんです。もう日本みたいにね、束縛はないし、食うものあるし、ね、国民健康保険はあるし、もう神様から遠いですね。神様どうぞこの国を貧乏にして、みんなに苦しみ病気を与えてくださいって、まあ、祈りたくなるんですけど、まあ、そんなこと言うと私のところにも苦しいなとかって思ってですね、もう牧師である私がまず最初に悔い改めなければなりませんけれども、でもこのイエスは 今貧しい人、打ち砕かれた心を持っている、囚われている人、その心に今も間違いなくおいでくださいます。そして灰に変えて喜びの紅葉、冠をかぶらせ嘆きに変えて喜びの紅葉を与えてくださいます。暗い心に変えて賛美の心もまとわせてくださいます。昨日ゴスペルのコンサートがありましたけれども、その中でも私申し上げましたけれども、ゴスペルソングというのはですね、黒人のアメリカで黒人の人たちが奴隷の時代に生まれた歌なんですよ、ね、激しい労役、そして家畜として扱われてですね、もう人間を人間として扱われなかった、あのまさにこの暗い心で生きていた人たちの中で生まれたのがゴスペルソングなんですね。まさに彼らはあの苦しみの中で神様からイエス・キリストを通して賛美の衣をまとわせていただいた。だからあの黒人の人たちが歌うゴスペルは心に染みますね。昨日も終わった後でお話をしたんですけれども、やっぱりゴスペルはあなたたちのものだと言いました。で彼は、いや日本人でもできるよ。ダメ、違うんだ、歴史が違うんだ、あなたたちが 今まで背負ってきた悲しみが、こう重い痛みがですね、やっぱ今でもありますね。黒人の差別は未だにありますし、でもだからこそイエス・キリストに出会った喜びが大きい、だからこそ解放された喜びが大きい、だからこそ喜びの衣を本当にこう翻して歌える賛美だなと思いましたね。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を遣わし、貧しい人に良い知らせを伝えるために、打ち砕かれた心を包み、捕らわれた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、イエス・キリストはまさにこのために私たちのそばにおいでくださいました。そして今打ち砕かれている貧しい病むあなたの心の中にイエス様が来られます。お祈りしましょう。天のお父様、